ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。近頃は地震への警戒心が高まっている感じがするけど、火山の噴火も非常に危険なものなんだぜ。確かに火山の噴火大きな被害が出るらしいわね。まさにその通りなんだぜ。地震や津波だけに限らず、日本には多くの火山があることも忘れてはいけないぜ。そうだね、改めて日本は火山大国であることを思い出したわね。今回は火山に関して詳しく解説していこうと思うぜ。なるほど、火山に関して関心があるから、ぜひ聞きたいわね。地震や津波に限らず、日本に甚大な被害をもたらす可能性がある火山は、たくさんあるんだぜ。なんかそんなこと言われると悲しくなってくるわね。まあこの国で暮らす以上はしょうがないことだぜ。まあ地震や津波と同じくしっかり学んでおいて、防災に活かしたいわね。その意気だと思うぜ。それじゃ早速話を聞いていこうかしらね。できるだけ多くの話を聞きたいものね。わかったぜ。ゆっくりしていってね。まずは、鹿児島県のアイラカルデラについて話をしていくことにするぜ。アイラカルデラ、初めて聞いた名前だわ。アイラカルデラは、鹿児島湾北部、湾奥において、直径約 20km の窪地を構成しているカルデラのことだぜ。また、アイラカルデラは、南九州のカルデラ群の一つで、格闘カルデラと、アタカルデラの間に位置しているぜ。現在のカルデラを形成したアイラ火災噴火は、約3万年前と推定されているそうだぜ。かなり古くから存在しているということなのね。それで、アイラカルデラに関しては100年以上、桜島のマグマたまりが形成されているので、近々、危険だと多くの専門家が指摘しているんだぜ。そうなの、それはやばい話だわ。まあ、その点に関しては、今後も要注意なので、各種情報に気をつけてほしいぜ。日頃から情報収集をしっかりしておくのは大事ね。さて、アイラカルデラの話に関してはここまでにして、次に日本で一番やばい火山を有している、阿蘇山について解説していこうと思うぜ。阿蘇山、聞いたことがあるわね。確か熊本県にある火山だったわね。熊本県にある巨大な火山だぜ。そんなに大きな火山なのね。かつても今も、大きな火山と言えると思うぜ。それで、阿蘇山って確か、破局噴火というヤバい噴火をする火山だとか聞いたわね。そうだぜ。まあ、その点の詳しい話は後ほどするけど、最近になって阿蘇山の警戒レベルが上がってきているぜ。そうなの、それって大丈夫なのかしら？火山なのですぐに噴火することはないけど、今後は要注意であることは間違いないと思うぜ。ただ、一部の専門家の見解によると、阿蘇山は過去にも警戒レベルが上がったり下がったりを繰り返していることから、火山活動の一環だと考えている人もいるみたいだぜ。そうなのね、でも破局噴火って、ものすごくヤバい噴火なんでしょ？控えめに言ってとんでもなくヤバい噴火だと思うぜ。では、破局噴火について詳しく見ていこう。まず、破局噴火とは、別名カルデラ噴火のことなんだぜ。それで、カルデラ噴火とは、地下のマグマが一気に地上に噴出する、壊滅的な噴火形式を表す用語だぜ。つまり、火山のマグマが一気に外に飛び出してくる感じの噴火ということね。まずはそのイメージでいいと思うぜ。後ほど、マグマが一気に飛び出す仕組みを解説していくことにしよう。了解したわ。話を進めるけど、このカルデラ噴火は正式な学術用語としては、ウルトラプリニー式噴火と呼ばれるぜ。ほうほう、それでカルデラ噴火の語源は何なのかしら？カルデラ噴火の語源は、噴火が起きた際に大規模なカルデラが形成されることから、カルデラ噴火と呼ばれているそうだぜ。また、カルデラ噴火が起きる火山のことを、英語ではスーパーボルケーノとも呼ばれているんだぜ。なんかものすごそうな名前だわ。なんか必殺技の名前みたいに思えるわね。確かにそれはわからなくはない話だぜ。それで、カルデラ噴火はどうやって起きるのかしら？カルデラ噴火は次の現象が起きることで発生すると考えられているぜ。まず、火山の地下数キロメートルにはマグマがあり、そのマグマはマグマたまりと呼ばれる場所に溜まっているぜ。それで、そのマグマたまりには地圧と呼ばれる、地上の重力などによる圧力がかかっているんだぜ。つまり、マグマが圧縮されている感じなのね。そうだぜ。それでその状態の時に何らかの原因によってマグマが急に減圧されることで、マグマは発泡し大量のガスを噴出することになるそうだぜ。その結果、マグマたまり自体が爆発してしまい、山を吹き飛ばすほどの大噴火を引き起こすことがあるんだぜ。つまり、圧縮されている状態から、一気に爆発的な噴火を起こすわけね。まあ、簡単に言うとそんな感じだと思うぜ。じゃあ、一般的な火山の噴火はどんな感じなのかしら？一般的な火山の噴火は、マグマ噴火と水蒸気爆発という2種類があるぜ。まず、マグマ噴火に関しては、地表にマグマが吹き出る噴火のことをマグマ噴火と言われているぜ。次に水蒸気爆発とは、マグマの熱によって地下水が蒸発し、爆発することによって起きる噴火のことだぜ。じゃあ、この二つの違いは、マグマが地表に出るか出ないかの差ということなのね。
大きく分けるとそうなんだけど、実際は火山の形状などによって正確に区別されており、それを説明していたらこの動画ではとても解説できないくらい長くなってしまうぜ。だから、今回は最もわかりやすい区別の方法を紹介することにしよう。助かるわね。今の説明でも結構お腹いっぱいなのよね。とりあえず、火山がものすごく奥が深いことはよくわかったわね。ひとまずはそれだけ理解してくれれば大丈夫だぜ。では、破局噴火について知ったところで、次は阿蘇山についてもう少し詳しく解説していこう。よろしく頼むわ。それで、阿蘇山は典型的な二重式の火山として有名だぜ。また、阿蘇山といえば阿蘇五岳を中心にした、東西に伸びる連山を呼ぶことが多いけど、広い意味では外輪山や花崗岩を含めた呼び名だとされるぜ。私は阿蘇山と聞いてでかい山があると思っていたけど、実際は山々が連なっている感じなのね。そうだぜ。それで阿蘇山の外輪山は南北約 25km、東西約 18km、周囲約 128km もあり世界最大級の火山だな。やっぱり世界最大級の火山が熊本県にあるとは意外な感じね。私は熊本県に関してはくまモンくらいしか知らないわね。霊夢、今の発言で全ての熊本県民の方々を敵に回すかもしれないぜ。すみません、反省してるから許してね。それで阿蘇山は火の国熊本のシンボルであり、高岡1592メートルを最高峰に、猫岳1433メートル、中岳1506メートル、烏帽子岳1337メートル、岸間岳1321メートルと、連なっている阿蘇五岳は、日本を代表する絶景が見られる場所でもあるんだぜ。確かに絶景の話は聞いたことがあるわね。それで阿蘇山が現在の山陽になるまでは、古い活動の歴史があり、10万年前、阿蘇が現在ある場所には数多くの火山があり、活発な活動をしていたそうだぜ。やがて、これらの火山が一斉に噴火活動をし、火山灰、溶岩などを吹き出し、この活動が終わると大陥没が起こって、今の外輪山の原型が生まれたと考えられている。長い年月をかけて阿蘇五岳が作られたということね。では、次はカルデラ噴火の威力がどれくらいヤバいのか解説していこう。なんだか詳しいことはわからないけど、ヤバそうな感じがしてきたわね。まず、火山が噴火した際には、火山爆発指数と呼ばれる、火山の爆発の規模を示す区分があるんだぜ。この区分は火山爆発指数と呼ばれ、最大8までの区分が存在するそうだぜ。それで、一般的な火山の噴火は、約1から3程度に区分されることが多いんだ。でも、中には強力な噴火があるってことでしょ？確かにそうだな。例に挙げると20世紀最大の火山噴火とされる、1991年のピナプボ山の噴火は6と区分されているそうだぜ。6ってことはかなり強力な噴火ということね。それで、カルデラ噴火はどれくらいの区分になると言われているのかしら？カルデラ噴火は8に区分されると言われているそうだぜ。20世紀最大の噴火よりもレベルが2つ上って。そうだぜ。さらに他の資料によると、カルデラ噴火の規模は新萌岳の噴火の約1000倍以上と考えられているそうだぜ。新萌岳、当時はかなり話題になったから覚えてるわよ。それの1000倍って全く予想できないわね。ただ、この区分に関しては専門家の考えによって異なることがあるので、あくまでも参考程度な話だぜ。でも、カルデラ噴火の威力はとにかくすごいってことね。それで、カルデラ噴火が実際に起きたら、日本ではどのような被害が出ると考えられているの？そうだな、カルデラ噴火が起きた場所によって、被害の規模や内容は変わるそうだけど、日本で最大のカルデラ噴火が起きたと考えられている、阿蘇山を中心に考えると、次の被害が出ると考えられているそうだぜ。1、火砕流の被害によって九州全域で700万人の死者が出る。2、関西で約50センチメートルの火山灰が降り積もる。3、関東では約20センチメートルの火山灰が降り積もる。また、この被害の他には火砕流によって起きる火災の影響で、100万人以上の人々が亡くなると考えられているそうだぜ。火災で100万人が亡くなるなんて想像もつかないわね。でも、どうしてそんなに火災の被害が大きいのかしら？それは、火砕流の温度が異常に高いからだと考えられているぜ。基本的に火山が噴火した際に亡くなる人の多くは、火砕流が原因だとされるぜ。そうだったの、知らなかったわね。また、火砕流は秒速100メートル近くの速度で迫ってくると考えられているので、気がついた時は、あっという間に火砕流に周囲を囲まれてしまうことになると思うぜ。秒速100メートルはさすがに速すぎでしょ。それで、火砕流に比べたら火山灰はかなりマシな感じがしてきたわね。確かに火砕流に比べると火山灰の方が死につながる可能性は低いけど、二次的な被害では、火山灰の方が危険だと考えられる場合があるんだぜ。結局何もかも危険ってことね。まず、火山灰は2センチメートル積もってしまうと、畑作物は壊滅的な打撃を受けてしまうし、
稲作に関しては2ミリメートル程度で壊滅的な被害が出ると考えられているそうだぜ。じゃあ、カルデラ噴火が起きたら、日本のほぼ全てで農作物が収穫できなくなってしまうということね。そういうことになると思うぜ。また、火山灰が1ミリメートル積もっただけで飛行機を飛ばせることができなくなったり、1センチメートル積もっただけで、電気や水道などのライフラインの供給に支障が出ると考えられているくらいだからな。ちょっと積もっただけって感じだけど、被害は甚大なものになるわけね。火山灰は恐ろしすぎるわ。さらに火山灰の厄介なところは、5センチメートル積もると、人が動くのは難しいと言われているぜ。じゃあ、助けが来るまで自力で動くのは難しいってことになるわけね。そうだぜ、さらに火山灰はガラスのような鉱石でできているので、目や肺に入ると、いろいろな健康被害が出ると考えられているぜ。じゃあ、関西や関東で、火山灰による死者が出る可能性は否定できないということね。まさにその通りだぜ、たとえ火砕流の被害が少なくても、火山灰によって受ける被害は日本の多くを襲うことになるだろうな。なるほどね、だからカルデラ噴火が起きると、死者が1億人を超えると考えられているわけね。そうだぜ。じゃあ、カルデラ噴火は明日にでも起きる可能性はあるのかしら？いや、明日にカルデラ噴火が起きる確率は、決して高いとは言えないと思うぜ。それはどうしてわかるのかしら？カルデラ噴火が起きるにはいろいろな前兆があるぜ。ほうほう、前兆ね。つまり、カルデラ噴火が起きる可能性のある火山を研究していると、ある程度カルデラ噴火が起きる可能性や確率を、算出することができるそうだぜ。なるほどね、それだったらとりあえずは安心だわ。いや、安心はできないと思うぜ。え、どうして？なぜなら、カルデラ噴火が起きる可能性や、確率には誤差があるからだ。つまり、概ねの可能性や確率しかわからないってことなのね。そうだぜ、だから、日頃から防災の意識を持って、生活することが非常に重要だと思うぜ。なるほどね、それで、過去に日本でカルデラ噴火を、起こる可能性がある場所はどれくらいあるの？それは次の3つだと考えられているぜ。1、阿蘇山。2、機械カルデラ。3、アイラカルデラ。この3つが過去にカルデラ噴火を引き起こした場所だぜ。熊本県と鹿児島県にとんでもない火山があるのね。そうだぜ、鹿児島には2つのヤバい火山が存在するんだ。それでカルデラ噴火の周期はどんな感じなの？カルデラ噴火の周期は専門家によって考えが違うけど、一般的には約1万年だと考えられているそうだぜ。1万年、だったらそろそろ起きてもおかしくないってことになるわね。はっきりしたことは言えないけど、その可能性は高いと言えるぜ。ただし、カルデラ噴火に関しては、先ほど紹介した以外の場所でも、発生する可能性はあると言われているので、引き続き、警戒と研究は必要ということだぜ。じゃあ、もしかすると今現在も日本の火山のどこかで、着実にカルデラ噴火が起きる条件が整ってきている可能性もあるってわけね。そういうことだぜ。それで、仮に噴火が起きた際には、慌てずに避難をすることが先決だぜ。過去には噴火の様子を撮影しようとして、亡くなった取材班がいたと言われているからな。自然の力を侮るととんでもないことになるわけね。そうだぜ、それに家族との連絡手段を確立しておくことも、重要になってくると思うぜ。わかったわ。それと、火山が噴火すると地震が発生するので、地震対策を忘れずにしておくことが重要だぜ。そうね、地震はいつどこで発生するかわからないから、日頃からしっかりと対策することが、生き延びるためには必要なことなのね。まさにその通りだぜ。それじゃ、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。